『朝ドラ』べっぴりさんあらすじ予告第98話キアリスの記事工場廃業1月30日月放送分危機物語昭和35年1960年7月つきが行方不明になってしまいました次郎に置き手紙だけを残し面々の前から忽然と姿を消してしまったのです サツキが姿を消したことでサクラはさつきに代わってヨウソロでアルバイトを始めますそんな中キアリスの商品に用いる生地の製造をしているメリアス工場からスミレに宛てて一通の手紙が届きました生地の製造を続けていくことが難しくなったため廃業するというのですそのメリアス工場が作る生地でなければスミレたちが 納得のゆくキアリスの商品を作ることはできません。そして、キアリスの商品を作れなければ、キアリスも存続できなくなってしまいます。困り果てたスミレは、早速イソヤに相談するのでした。